会長では生い立ち。生い立ち。ああ今いくつ、今いくつ今47だです。え、今年8早まるんで1月で。来年1月8です。じゃあ、谷繁と一緒。谷繁でしょ。ああ、じゃあ質問あるんだよ。栃木。まあ、須谷さんには埼玉県で生まれてるんですけど、でももう、ちっちゃい頃に栃木行ってるんで、もう一時、めんどくさいですから、どこで生まれたとか。だから、父は栃木です。いや、それで、野球はいつから立つの？小学校4年生ぐらいに、その小学校の野球チーム。それも5、6年生のチームなんで、夏の大会6年生が終わるじゃないですか。6年生が終わると、夏休み以降から4年生が入れるみたいな。で、4年生ぐらいから。そんなチーム。それ、最初に守ったポジション？ファーストと外野とピッチャー。ピッチャーやったことあるんですよ。すげえ。そうだろ。短いね。短い。すごく短くない？長さは関係ないじゃないですか。自分ではどういう子供だったの？どうなんすか、まあ、やんちゃですかね。ああ、そう。でも野球は好きだったの？のめり込んだ。僕ね、小学校で自転車乗れなかったんですよ。2年生ぐらい乗れなくて。届かなかった。いやそうじゃない。そもそも自転車は練習する環境もあんまなかったし、だから1年生とか2年生とかみんなこう遊びに行くときに、僕だけちょっとランニングです。ボーッとしたえで、2年生の終わりか3、確かですよ、大体ですよ、はい、3年生ぐらい自転車買ってもらって、で練習して乗れるようになったんですよ、まあ、そもそも練習もしてないところですよ、まあまあね、それで足腰鍛えたんだろうと思って、それは小学校で、面白い、ね、小学校、低学年とか、だって呼ばれてる、あだ名すか、小学校の時も覚えてないですね、中学校の時はもうなんか、おまなかなんで、名前も見つけるとマンじゃないですか、だマンちゃんとか、マンさんとか、なんかそういう感じです。嫌だった、いや、全然マンちゃん、どう別に下手でもらって いやいや、別に何も言ってない豊さんがそんな感じだったね別に笑うタイミングだったそれで、小学校、高学年は高学年は、もう5、6年生で、まあ、やそれは分かってるよ高学年はですよねよく分かりましたからもっとして、野球をずっとやったそれはもうチームに入ったそれはもうそう、田舎に小学校単体のチームがあるんですよおちなみに大田田小学校の小学校で、そこのチームの小学校のチームに入ってそこで野球やるんですよで、中学中学ももう大田原市立の大田原中学校ってのがあって部活部活ですよ軟式だろ軟式ですよ軟式やがいい軟式ですよ高知栃木県なんて公式のチームなんかほとんどないしそういう環境がないし、まあ、関東だからなそうでもね、栃木はね、その公式に関しては若干その当時は遅れてました今は多いですけどそれで、ね、中学の時はどこの中学の時はまだピッチャーやってないやってましたよ、2番手で普段はセンター守ってで、大体練習は2試合あるんですか1試合目で2試合エースが投げて、2試合僕が投げてそんなよ、早かった早くはないですけどでそれで中学の時はどうだった優秀だった中学の時は勉強はね、まあ勉強のことなんか聞いてないよちょっと学団とか出せなかったんですよ野球ですか野球中学の時は2年生ぐらいからあれかな上手いから使うことじゃないですか。やっぱ3年生中心に起用するっていう中学から、うん、それで、まあ高校に行くよな高校は、どこで僕は大田原ちょっと、栃木県の北の方で田舎の方なんです、うん、で、一応宇都宮がその中心地なんで宇都宮には優秀な子たちが集まる、まあ、あと南の方なんで、その今でいう佐野の方とか小山の方とかは、うん、結構こう優秀な人たちが集まるで、栃木の方の、大田原の方ってそんなにこう、めちゃめちゃ盛んではないですなんで、野球やる環境ではないんですあんまりその甲子園目指すような意味でねで、たまたまその中学校のピッチャーのエースの方のお兄ちゃんが宇都宮学園っていうとこに行ったで、そのセレクションっていうのがあるから中学ぐらいかなで、まだそう、右学、当時右学って言うんだけど右学のセレクション行かないって言われてで、行ってみるか俺はもうそのまま近くに大田原高校っていう県立の高校があるんだけどそこで野球もそこそこ盛んだったから受験してそこで野球やるかなと思ったねその話があったんで、で行ったんですよ、セレクションだから結局に入れられて、うちやらないかって話をもらって、うん、だからうちも私立なんか金ないからさ、まあ、自転車ギリギリじゃない、正直で、その条件を結構いい条件つけてくれたんですよその、特待生みたいな感じで枠がちょっとあるから、それでやらないかって言われてそれだったらちょっと勝負かけてみようかなと思ってその大田原って田舎から、宇都宮に行こうとしたんですよはいよし